綺麗な夕焼けでした。日没に間に合ったなと思ったらもう太陽さんが沈んじゃいました。今日はですね、お隣の佐倉市に来まして、高生の1年後輩の湯浅さんっていう国際的に活躍なさっている方、カントリーウエスタンっていう、彼が、いや長澤さん、稲城だったら近いからおいでよで、市長さん、蕨市長さんをご紹介いただいたり、それからウィストンホテルかな、ユーカリっていう桜の駅前に立派なホテル、びっくりしました。でその支配人さん紹介させていただいたり、それからまたさらに藤真理子さんっていうキングレコードの歌手の方をご紹介いただいて、美味しく食事をしてまいりました。でその湯浅さんが本を出されてて、愛について語り合ったりしました。純ちゃんの愛はどんな定義を持ってる？太陽だなと思いました。太陽の絶対的な愛、太陽がなかったら地球もない、地球もなければ我々もない、いない、地球をずっと、そして休みなく40何億年間太陽は見返りを求めず、ずっと我々に愛と光を与えてください。まあそんな話とお仕事の話もちらっとしたり、とても楽しい、桜の街の一日でした。皆さんも素敵な土曜日で、明日は素敵な日曜日で楽しく過ごしてください。読者登録、コメントありがとう。